小岩さんあ大股早歩き毎日15分つ続けてます。初日は足パンパンでした。あのね、よくこういうトレーニングを俺が言ったやつをやる人で、まあ、こういうことを、あこういう返信をもらうんだけど、その大股早歩きを毎日15分続けちゃだめなんですよ。あの 基本ね、大股早歩きも弱めな運動なんですよ。筋肉を大きく、股関節を大きく動かすから筋肉を使いますけど、運動の強度としては弱めなんですよ。遅いから。要はね、早歩きといえども遅いから走ったりするよりは。だから、弱い運動、ジョギングとかもそうだけど、その弱い運動を毎日決めた時間ずっと続けるってほど効果の薄いことないんですよ。 だから、もしこういう弱い運動を毎日続けていくんだったら、毎日少しずつ増やすか、はい、あの、時間を増やすか、もしくは、あの速度を上げるか、はい、もしくは、なんだろう、うーん、坂道にして負荷を高めてみるとか、 毎日、毎日やるとかじゃなくて、やるんだったら、毎回そういうアップグレードが必要なんですよ。それで人間の体って、自分の体に慣れてないことを毎回のようにやらされるから、それに抵抗しようとして強くなろうって思うわけで、毎日同じことをやったら、ただの日常生活にすぐなりますから。あ、それね、今日もやるのね。わかってます。準備 OK です。 っていう運動なんて体に大した効果を及ぼさないんで、最初15分やったんだったら、次は15分半やってください。とかね。だから本当、15分も多すぎるんだよ。最初から15分とか、最初5分からとか始めるんだよ。ずっと全身性を持って、きつく早くハードにしていくっていう、そういう風にトレーニング考えた方がいいですよ。 ダイエットだろうが何だろうが。同じことをずっと続けるほど意味ないことないから。スポーツ選手も同じくだけど。同じことを毎日ルーティンでやるなんてほど能力伸びないことないから。から必ずウォーミングアップ、あの練習、あまあ、実技練習、フィジカルトレーニング、いろいろななんかコーディネートのトレーニング、わかんないけど、あの、実際のプレーとかいろんなものをやりますけど、 これを毎回ルーティーンで、今日はもうこれ、これはこれ、これは先週やったらこれとか、同じことを何度も続けるほどバカなことないですからね。必ず前やった時よりも強度を高めて、同じメニューを行うっていうことをしていかないと、スポーツなんかいつか成長止まりますからね。うん。とにかくずっと前進性を持って、よりきつく、よりハードにしていくっていうのが、スポーツのトレーニングの基本です。